はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、と一貫です。今回は毎月恒例となってます。最近届いたフィギュアをですね、ご紹介していこうかと思います。で、これから紹介するフィギュアの半分くらいが、先月末、9月末にドドーンと届いたのですが、それ以降ですね、10月に入ってからは、ほとんど届いていない感じです。まあ、こういうのもね、珍しいですね。大体僕の場合は、週にね、2つか3つくらいはね、届くんですけれども、ただですね、まあ、毎年10月、11月は結構少なめなのかもしれないですね。だからまたですね、この年末にまとめて届くのかなと、まあそう思うとね、ちょっとこう気が重くなりますよね。では始めましょうか。まずはこちらから。はい、ドーン。ずい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 。はい、こちらがでかいです。これがですね、フリングさんから発売されました X10 です。はい、かなりね、こちら大きいのですが、これがフリングさんお得意の4分の1スケールバニーフィギュアなんですよ。僕としてはなんと初のフリングです。実は今までですね、フリングさんのフィギュアは僕買ったことなかったんですよ。で、今回ちょっとこのフィギュアが気になっていたので、まあ試しにね、買ってみました。で、これは人気イラストレーター、あやきさんの戦うバニーシリーズ。コンバットラビットの闇のバニーエージェント。それがこの X10 ということらしいのですが、これですね、去年、アミアミさんに展示されてるのを見て、で、ああ、これいいなと思ったんですよね。なかなかかっこよかったんですよ。まあ、いつもの大胆なエロさのフリングさんのバニーとはちょっと違いまして、かっこよさそうだったので、で、それに惹かれてね、買っちゃったっていう感じです。ご覧の通りで、こう、なんかいろいろとね、武器とか、ベルト類とか、そんな装飾品みたいなものが結構ついてるっぽくて、単なるバニーではなくて、まあ、いろいろと情報量なんかも多そうなんですよ。で、リアルな網タイツも履いていますし、しかもそれが4分の1スケールのビッグサイズということで、ちょっとね、これは楽しみにしています。ただ、立っているので、直立系の4分の1スケールフィギュアなので、撮影がね、しづらそうかなと、まあどうなんだろう。まあでもね、楽しみですね。では次行きますね。これはちょっとどけて。はい、ドーン。これがグッドスマイルカンパニーさんから発売されました雪ミクのスノープリンセスバージョン。これもですね、僕初なんですよ。初の雪ミクです。初音ミクとかレーシングミクとかは今までも結構いろいろと買ってはいるんですけれども、雪ミクは初めてなんですよね。で、このフィギュアもまあでかそうなんですけれども、これは一般的な7分の1スケールフィギュアで、ただですね、めちゃくちゃこれ綺麗そうなんですよ。中のフィギュアが Amazon の評価を見てもほぼほぼ満点の評価がつけられているんですよね。なのでこれも楽しみ。まあミクのフィギュアはね、あまり外れもないですし、まあ、みんなねクオリティが高いので、しかもこれでかいですしね。うん、多分僕が持ってるミクのフィギュアの中ではこれが一番大きくなりそうな感じかな。で、この箱の横にプリントされているイラストもめっちゃ綺麗なんですけど、いやー、この雪ミクさんもね、可愛いですね。いやー、これはね、本当に楽しみです。まあ、それとね、最近ちょっとこう寒くなってきたじゃないですか。なので、これから開けるにはちょうどいいかなって思ってます。ミク好きの方もね、ぜひね、レビュー動画を楽しみにしてください。はい、では次行きます。はい、ドーン。はい、これもですね、ミクです。これがね、スピリテールさんから発売されました、初音ミクバースデー2020スイートエンジェルバージョン。これがですね、スピリテールさんという新しいフィギュアブランドの初スケールフィギュアになるんですけれども、これは僕もね、デコマスを撮影させてもらったんですけど、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。しかも、デコレーションケーキみたいな台座の上にミクさんが乗っかっているんですね。誕生日仕様ということで、で、それがね、めちゃくちゃ可愛かったんです。で、この外箱もまさかのクリアパッケージ。箱も綺麗というか可愛いですよね。しかもこれも箱の横に可愛いミクさんのイラストが描かれているんですよね。で、これがまた可愛いと。やっぱりね、可愛いフィギュアにはこのクリアパッケージが映えますよね。
しかもすでにですね、中のフィギュアが見えるんですが、ただこれ顔までビニールで覆われてますね。うん、珍しいですね。普通顔は覆わずに見えているんですけれども、まあただそれだけね、逆に慎重に厳重に梱包されていると、まあそういうことなんでしょうね。うん、これも楽しみにしています。では次いきます。はい、ドーン。ピリ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 。はい、これも結構ね、でかいんですけれども、これが天国から発売されました、超次元ゲームネプテューヌのホワイトハートです。これも結構ね、待たされたんですよ。これが予約開始されたのが2019年の12月なんですね。なので、1年半以上、まあ2年近くね、かかったのかな。まあフィギュア自体も結構複雑な形をしているので、こんな感じでね、本体以外のユニットが結構でかいんですよ。これがネプシリーズの特徴なんですけれども、なのでいろいろとこう制作するのに時間がかかったのかもしれませんね。で、天国さんではこれがね、オレンジに続いて2体目のネプテューヌフィギュアなんですが、これも個人的には非常に楽しみにしております。まああまりね、僕のチャンネルではネプ系のフィギュアが好きな人ってそんなにいないかもしれませんが、よかったらこれも見てください。では次いきます。はい、ドーン。ピリ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 。はい、これがですね、僕の恋人くすまさんから発売されました、加藤めぐみの出会いの服バージョン。これはさっきのホワイトハートよりもさらに待たされました。これの予約開始が2019年の10月ですから、予約開始から発売までね、約2年くらいかかってますね。まあ、非常に遅い出会いとなりましたが、まあ加藤のフィギュアはね、常にコンスタントにどこからか出ているので、まあ個人的には程よいタイミングで届いたといった感じでございます。まあ来年の春でも全然良かったんですけどね。これ季節的には春にね、飾りたいフィギュアですよね。で、このフィギュアがですね、結構転売屋が群がったようで、Amazon では若干の投げ売り状態。まあ投げ売りとまでは言わないですけど、多少今でもね、お安くは買えるようです。ただですね、加藤は出たんですけれども、この後にエリリとウタハ先輩がまだ続くので、そっちがちょっと気になってますかね。もうだいぶですね、熱も冷めていると思うので、残りの2人はさらにね、投げられそうな気がするかな。うん、まあでもそれもね、フィギュアの差がですよね。では次いきます。はい、ドーン。これもペリ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 。これがグッドスマイルレーシングから発売されました、ネロ・クラウディウスのレーシングバージョンなのですが、まあ、これもですね、今 Amazon ではこっちはさらに投げられ状態です。定価1万7000円ほどのものなんですけれども、今ね1万3000円くらいで買えるようになってます。で、僕はこのシリーズのセイバーもね、買ってるんですが、結構ね、良かったんですよ。なのでこれもね、同様に期待はしているのですが、ちょっとね、投げられているのが気になってはいるんですよね。まあまたね、これも転売屋が群がったんだと思うんですけれども、まあでもどうなんでしょうね。まあフェイト系のレーシング系フィギュアと言いますと、ストロンガーさんのがね、あれが有名なんですけれども、あれとちょっとね、今回は比べてみたい感じもするかな。どうだろう。まあでもね、こちらもレビューを楽しみにしてください。ではね、次いきます。はい、ドーン。これもペリ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 。これがアルターから発売されました、鬼滅の刃の胡蝶忍。これもですね、僕が楽しみにしていたアルター製の胡蝶忍。しかもこれもね、外箱が毎度おなじみのアルター得意のクリアパッケージで、これもね、綺麗ですよね。おそらくこの後発売されるカナオちゃんなんかもこれと同様なパッケージになると思います。で、このようにこれはね、中のフィギュアがよく見えるようになっているんですが、ただこれね、スケールが8分の1スケールなんですよ。そこがちょっと気にはなっているんですが、どうかな。結構鬼滅系のフィギュアはためかもね、8分の1スケールが多いのかな。まあそんな感じするかな。どうだろう。とりあえず僕はね、鬼滅系はこのアルターとファトさんのをね、一応買っていこうかなと思ってます。まあ今のところですけれども。で、これもまたですね、開封レビューをしますので、お楽しみにしてください。では、次いきます。はい、ドーン。ピリピリピリー、ピリ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 ー。これがアニプレックスから発売されました、サエカノのカカカカカカカ、霞ヶ丘ウタハ先輩のメイドバージョン。
これもね、すごい楽しみにしていたんですよ。あの、加藤の同じメイドのやつがめちゃくちゃ良かったんですね。うん。何気にあれですね、あの、最下のフィギュアシリーズの中でもかなり上位だと思うんですよ。で、それに次ぐこの詩羽先輩ということでね。で、さらにですね、今後発売予定の沢村スペンサーエリリと、これはもうぜひですね、3人並べたいですよね。この3人並べて飾るという点では、アニプレの最下のフィギュアいいですよね。これまでにもお着替え中とかランジェリーシリーズとか、そしてこのメイデシリーズと、いやー、実にね、素晴らしいと思います。さらに霞ヶ丘詩羽先輩のフィギュアとしても、これがねめちゃくちゃ良さそうなので、これが詩羽先輩の決定版になるんじゃないかなと、そんな風にも思ってます。このスカートをねちょっと軽くたくし上げてる仕草がまあ可愛いんですよ。いやーめっちゃ楽しみです。ですいません、今回アダルトフィギュアはありません。アダルトフィギュアは届いておりません。ですが、お色気フィギュアはございます。今回紹介したフィギュア以外にも、シークレット、サプライズ的なフィギュアもご用意しております。ただ、それはもしかしたら、メインではなくてね、オルタの方でやるかもしれません。ですので、ぜひね、楽しみにしてください。はい、ということで、今回はこれで全部で合計が8個と、まあ、ちょっとね、少なめではありますが、これにて終了といたします。こちらはすべて開封レビューをする予定ですので、どうぞね、そちらの方もお楽しみにしてください。ではでは。